茨城県立水戸桜の牧高等学校は、茨城県水戸市、小吹町に所在する公立の高等学校。水戸市の隣町である白里町内に、県内唯一の文校を持つが、以下の記述は特に記載のない限り、水戸桜の牧高等学校本校のみに関する記述である。略称は、正式には、水桜、通称は、牧高。 特に国際理解教育に力を入れている。全日制普通科1学年あたり8学級、計24学級、国道55ミトバイパス沿いに位置し、バイパスを挟んで、ミト市民球場を含むミト市総合運動公園がある。ミト市郊外に位置し、付近一帯は、江戸時代、ミト藩主の徳川成明によって作られた五稜牧場であった。その牧場の名が、 桜の巻であったことから、学校名が、水戸桜の僕に定められ、また、交渉も当時の桜の巻語院を使用している。在学生は、水戸市や、周辺のひたちなか市、中市、笠間市、茨城町、大洗町等から通学してくる生徒が大半を、占めているが、北は、大五町、北茨城市、北た市、西は、筑西市、桜川市、南は、 石岡市、古田市から通学してくる生徒もいる。ほぼ全員が大学進学を希望しており、茨城大学、筑波大学、茨城県立医療大学をはじめ、国公立大学に毎年のべ70名程度、私立大学に毎年のべ400名程度が合格をしている。2017年度は国公立合格者数が130名を超えた。2018年度は、 国公立合格者数は現役のみで112名。茨城大学に関しては、学校最多45名の合格者を出した。野球部は、2006年、2009年の夏に、高校野球茨城大会の決勝に進出するも、いずれも上層学院に敗れている。陸上競技部は、インターハイ、関東大会等へ、吹奏楽部も東関東吹奏楽コンクールの常連であり、 小編成ながら実績を数多く残し、近年は数多くの演奏会など活躍の幅を広げている。また、弓道部、サッカー部、ソフトテニス部、水泳部、ハンドボール部等が県大会で上位に入賞したりと運動部文化部、問わず数多くの実績を残している。ありがとうございます。